何はともあれ、君たちはここにたどり着いた。ならば、それ相応の尊重を君たちに与えよう。見ての通り、私は一人目の高等の賢者であり、君たち二人目に対して、様々な試練を与えたものだ。きっと、私に多くの疑問を抱いているだろうから、無意味な論争が始まる前に、簡単な説明をさせてほしい。もちろんです。理解してくれて感謝する。君の同行者二人は、すでにミステルが安全な場所に案内している。そして、博士と律者の声も、賢者の力で、一時的に遮断した。彼女たちの代わりに、礼を言っておくべきかしら。私はただ、この初めての話し合い、賢者同士の話し合いに、邪魔が入ってほしくないと思っただけだよ。しらじらしいわね。今までのことはさておき。さっき私たちを黒い部屋に引きずり込んだあのわけがわからない奴は、そっちの手下なんじゃないの？これから話すのは、君たちが最も気にしていることだ。混乱、異常現象。この二つの言葉でも、二人の高等の賢者が共存することによる影響を表現しきれないだろう。私の経験から見れば、これは逆らうことができない、滅亡になるはずだ。あなたの経験って？もっと正確に言えば、私個人の経験から来ている。高等を出るたびに、私は想像できないほどの苦しみに苛まれる。しかし塔に戻ると、そういう痛みや消耗は、すぐに回復するんだ。ミステルとプロメテウスは、私の行動を制限するものを、規則と定義した。私は自身の経験を利用し、規則を揺るがすときに必要な代価を検証した。その結果、規則に関わる範囲が小さければ、代価も制限しやすいようだ。だが逆の場合、今のような状況が発生する。つまりあなたは、生まれながらにして、二つの世界のあらゆる規則を知ってるわけじゃないんですね。じゃあ、あなたが話してた、問題を解決する方法って、一体？高等が賢者を縛り付けるなら、私はここに残る。世界が、二人いる高等の賢者の存在を許さないなら、私は、もう一人を消すまでだ。ここまで話しといて、結局、私たちと喧嘩がしたいわけ？私とゼーレは、片方だけが生き残れる。この戦いは、ゼーレが塔の中に入った時から始まった。私はただ、ミステルのアドバイスを受け入れ、嫌われるようなやり方で、二人が心置きなく戦えるようにしただけだ。何しろ、高等自体が賢者の権能の一部だから。君が上に向かえば、その分権能は君に流れていく。そして、ゼーレが最上階に着いた今、私たちが手にしている権能に明らかな差はない。私たちに他の選択肢はないんですか？例えば、自身で命を絶つことや、戦わずに投降することだろうか。もし世界が全ての人間に十分な時間を与えてくれるなら、私もより良い方法を見つけられるかもしれない。しかし、今、私たちに別の選択肢などない。決闘は避けられない。本当にそう決めたの？お姉ちゃん。このままだと死んでしまう。使命なんて早く忘れた方が。衆生が白昼を行き、長夜に没する。最後はこの手で再び生きる。
敬虔な心で人々の呼びかけに耳を傾けよう。お願い、もう一人の私。私たちは包囲するつもり。今までの経験だとあの中に本体が存在するはずだから、よく探そう。力を受け入れなさい。ならば目を閉じて感じるがいい、亡者の記憶を。タイミングを待って、さっきみたいに本体を攻撃しよう。さすが二人目の賢者だ。しかし生と死の境界が君にわかるのか。違うやり方で対応する必要があるみたいだね。慌てず集中しましょう。やった。これは騙されないわ。対応策を間違えたのかな。取るに足りないわね。できないの？支離滅裂な世界を見たなら、それがあるべき姿ではないと知っているはずだ。互いに一つになる。それだけが救済を得られる。今度は二体の紳士だけだね。冒頭の賢者が疲れたから人海戦術が使えなくなったのかもしれない。セールと一緒に戦って。でも少し、はい、様子がおかしいよ。力を受け入れなさい。セール。偵察与奪の剣は私の心に。仕
白黒紳士の攻撃、隙がない。何しろ見本との戦いの中で自身の強制関係を修正し続けているからね。これら全ての命は逃げられない。気をつけて、当たったら大変よ。終わる時、その信仰は揺るがない。君たちは覚悟できているのか。いい加減にしなさい。Come on, come on, come on.